どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私は羽田空港第3ターミナルの京急、のね、ホームにいるわけなんですけども、本日はですねデルタ航空の飛行機に乗ってハワイの方に行きたいと思います。本日はですね10月の30日ということで、デルタ航空の羽田からですねハワイの初便が昨日ですね、開始になりましたということで、まあ、本当はね急に乗りたかったんですけども、ちょっとね昨日はですねバージンアトランティック航空のねこのポイントで、残念ながらね開放されてなかったのかな、はい。まあ、そういった感じでですね残念ながらですね、取れなかったということで、今回ですね、初便の2日目ということで、まあ、初便ではない普通の日という感じにはなるわけなんですけども、このね羽田空港から、デルタ航空の飛行機に乗ってハワイの方にね、行きたいと思いますので、今回ねバージンアトランティック航空のポイント22,500マイルを使って片道ね抑えておりますので、こちらねどういった感じで利用できるのか皆さんにねお見せできればななんていうふうに思います。で今日はですね夜の9時の飛行機で、今ね昼の1時半ということでかなりね早く着いたんですけども、まあねチェックインして、ゆっくりしつつ搭乗ねしていきたいなと思います。ということで今ね1時半なんですけども、チェックインねちょっとできるかどうかわかんないんですけども、まあできなかったらね今回スーツケースもありませんので、モバイルチェックインして制限エリアの方にね行きたいと思います。ということで行きましょう。それでは出発フロアに到着いたしました。デルタは J と I、 ちょっと聞いてみたいと思います。ダメそうだったらねデジタルチェックインで行きたいと思います。もうね羽田空港はこんな感じですごいですね、はい。ということで行きましょう。ということでこちらでセルフチェックインしてからチェックイン、ね、できるということで、もうね9時のフライトなんですけどチェックイン受け付けているということでやっていきたいと思います。機内手荷物のスキャン、最初ダメだということで無事にチェックインすることができました。今ねこちらですね H と I のところがデルタになっているわけなんですけども、これもね時間帯でねここは開放されるということで、ちょっとどっかで言ってるかもしれないんですけども、ホノルビに関してはねその日であれば基本的にチェックインできるということで、デスクが空いているかもしくはモバイルでチェックインしていただければ制限エリアで手荷物なければいけるというふうになりますので、これは非常にいいですね。ということで私はねセキュリティチェックの方に行きたいと思います。ということでビジネス制限エリアに入りました。あれですねビジネスクラスとファーストクラスのファーストレーンだけ、設定されてましたけど、それ以外は特に SFC とかのね保安検査場優先レーンみたいなのはなかったですね。ということで今ねこちらにいますので、一応ねデルタラウンジに聞いてみたいと思います、まあ、多分無理だと思いますんで、その場合はねこちらのスカイラウンジとティアットラウンジで、ね、いたいと思います。今ねプライオリティパスの対象のカードね、かなり持ってますんで、出発前まではね、はい、時間制限があっても入れると思います。ということで、行きたいと思います。ということで今ねラウンジの前にいるわけなんですけども、やはりね入れないということで、これね結構厳しいっていうか、入り口の人もね分かってない最初ね私 ITA のエリートプラス持ってるんですが入れますかって聞いたら入れるって言って、結局調べたら結局入れないっていう風になりまして、一応ね聞いてみてくださいっていうねデルタのデスクでも言われたりね、他の方は入れるって言われたり、あと聞いてみてくださいも言われましたし、ちょっとねラウンジの運用自体がですねいまいちね分かってない方がフロントの方多いですので、これはね厳しいですね。まあ、ひとまず ITA エアウェイズのエリートプラスでは入れないっていうふうになりますんで、まあ、デルタ発行のねデルタアメックスゴールド発行していただくか、まあそうですねアメプラも今のところ入れると思うんですけども、まあ、アメプラもねデスクの方曰く変更の予定だということで、なんて言ったかな、回数に変わるっていうね、まあ、そういった話もねありましたので、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。ということでプライオリティパスのねラウンジに行きましょう。まあその前にですねちょっとねユニクロによって免税価格でねウルトラライトダウンをゲットしていきたいと思います。
ではユニクロ到着しました。でこちらですね、免税価格、まあ、タックスフリーって書いてあると思うんですけど、こんな感じでね、はい、ちょっと分かりづらいんですけども、このねこの書いてある価格は、税込み料金ということで、ここからね 10% 免税 10% オフでね購入することができます。ですのでレジで 10% 引いていただく、まあ、そういった形になります。ということでウルトラライトダウンをゲットしていきたいと思います。まあ、ハワイ行くのにね絶対いらないですよね、はい、ですけどちょっとねこのタイミングで買いたかったんで買っておきたいと思います。ということで無事購入することができました。ちょっと画像載せておきますけども、6990円のところが6335円だったかな、はい、10% オフで購入できたということで、ぜひこちら覚えておいてください。ということでプライオリティパスのラウンジ行きましょう。ということでプライオリティパスのラウンジ行きましょう。いやね、めちゃくちゃ混んでると思います。はい、ですね、ちょっとある程度並ぶ角度をねしていきたいと思います。プライオリティパスのラウンジはねここしかありませんので、こことカードラウンジしかねこの羽田空港にはないっていう風になりますんでね、はい、ということでちょっと覚悟を持っていきたいと思います。それではプライオリティパスのチェックイン済みました。残念ながら10人ほど並んでおりますね。はい、人が出ていくと、それに応じてスタッフの方が案内するみたいな、まあ、そういった感じで今ね10人ぐらい並んでおりますね。ですので、受付でカードを切って一番後ろに並ぶみたいな、そんな感じで運用されております。ということで待ちましょう。はい、ということで、シャワールームに、ね、入ってまいりました。シャワー浴びたいなと思ってたら、もうね案内人同時に今ね空いているということで入らせていただきました。このね制限エリア内ね非常に暑くてですね、結構汗をかいてしまって、このねティアットラウンジね、シャワーもね利用することができるんで非常にいいですね。ということで今回ね、旅のお供に DJI ポケット3で今回ね撮っていきたいと思います。ということでちょっと時間計ってたんですけど、だいたい20分ぐらいでね、案内していただけたということで、まあちょっとね20分待つってティアットラウンジに入るか、まあ入らないでかっていうねところですけども、まあ、一応ね入ったらね食事、アルコール等々をね利用することができますので、まあここはお好みになるかなっていうところなんですけども、やはりねかなり混雑してますね。もう空いているティアットラウンジとはもう会うことはできないですかね。はい、ということでサクッとね浴びたいと思います。一応ね結構昔に、紹介させていただきましたけども、こちらのねシャワーブースはこんな感じになっております。手洗いとアメニティ等々はほとんどないですね。はい、スリッパも何にもなしですね。はい、でこちらにねシャワーブースがある感じですね。はい、で、アメニティっていうかまああれですね、シャンプーリンスコンディショナーはこんな感じです。はい、で固定式のシャワーが一つだけというところで、そうですね、はい、椅子もありませんので、まあ、ちゃちゃっと入ってちゃちゃっと出るっていう感じですね。まあでもひとまずねこちらが利用できるっていうのはね非常にありがたいですね。ではサクッと浴びたいと思います。それでは戻ってまいりましたんで食事等々見ていきましょう。では食事は唐揚げと枝豆、おにぎり、ポテチ、カップラーメン、パン、あとビエネッタのアイスがあります。あとソフトドリンクとコーヒーと生ビールですね。あとリキュール類もあります。ジャックダニエルとかもありますね。あとホットミール、チャーハンと焼きそばがあります。まあ、こんなところですかね。まあ、軽くいただきたいと思います。はい、ということでちょっとねビールを入れて時間が経ってしまいましたけど、いただきます。ということで今ね3時半で搭乗が9時の飛行機で、搭乗時間ね8時ということで、まあ、5時間ぐらいありますんでね、ちょっと仕事しつつ、過ごしたいなと思います。今ね背景に軽く映ってると思いますけども、ティアットランチね激ゴミですね。はい、いやこのねプライオリティパスで、開始になって、まあ、ちょっとね予想しておりましたけど本当にめちゃくちゃ混んでますね。はい、ということでちょっとねラウンジ内もね結構暑いんでね
ちょっと T シャツになりましたけども、これでも全然暑いです。ということで、しばらくね、ゆっくりして登頂を迎えたいなと思います。それでは時刻はですね、5時半なったわけなんですけども、ティアットラウンジは相変わらずゲリ込みということで、今ね、まだウェイティングがかかっていて、外にね、待っている方がいらっしゃるということで、私はね、3時間で、利用させて、プライオリティパスでね、利用させていただいているわけなんですけども、まあ、これもね、リチェックみたいな感じで、もう一回ね、切る必要があるんですけど、今回、セゾンプラチナアメックスのビジネスカードでね、こちら、入手させていただいているわけですけども、でね、またプライオリティパス提示していただければ、まあ、延長して利用することができるっていった形になります。まあ、プライオリティパスでね、プレステージカードに持っている方に関しては、まあ、時間無制限で行ってね、いいんじゃないかななんていうふうに思います。まあ、私はね、これ以外にもね、今回、UC プラチナカードね、年間6回まで、利用する、無料でね、利用することができるプラチナカードね、一応持ってきておりますんで、まあ、それでもね、利用することができるんですけども、まあ、今回ね、まあ、セゾンアメックスプラチナビジネスをね、プライオリティパスには持ってますんで、まあ、それでね、切らせていただいたっていった形になります。まあ、セゾンプラチナアメックスビジネスカードのね、プライオリティパス持っている方に関しては、まあ、こういった感じでね、まあ、利用していただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ちょっとね、リチェックっていうか、まあ、何回もね、切らなきゃいけないということで、まあ、これがね、大丈夫なのか、なんていうんですか、1日2回とかでね、まあ、お金がかかってくるんじゃないかみたいな、まあ、そういう心配がねちょっとあったんですけども、まあ、一応ねフロントの方にね問い合わせた感じだと、まあ、これはねプレステージ会員であればリチェックさえさせていただければ、まあ、特にね追加料金かからないということで、私もねリチェックしてさせていただいて、特にねお金がかかるレシートみたいなのが渡されておりませんので、多分大丈夫だと思います。ですけどね、やはりねこのプレティーパスのねこの込み方ねやっぱりすごいですね、はい、去年ね、まあ、今までねガラガラのこのティアットラウンジをねかなり利用させていただきましたけども、まあ、刺激さはもうないですね、はい、まあ、ちょっとこれはねラグジュアリーカードとかね持ってた方はねかなり残念な感じかななんていうふうに思うんですけども、プライオリティパスだけ持っている人からすると、まあ、2、30分待てばね入れますんでね、はい、そしたらね、まあもうずっとねプレステージ管理で利用されできる方に関してはね、まあ、特にね問題なくずっといられるっていう風になりますし、シャワー、食事、アルコール利用することができますんでね、まあ、ここはねいいところではないのかなっていう風に思います。いや、 やはりね、まあ、私のね動画のコメントにもこれはね朗報じゃなくて解約だっていう方もねやはりいらっしゃいましたんでね、まあ、これはちょっとねしょうがない部分ではございますかね、はい、ということであとね、2時間ぐらいですかね、はい、ゆっくりして登場で、ね、迎えたいなと思います。それではですね、実は今回ですねデルタアメックスゴールド私ね発行させていただきました。でちょっとね今回ね ITA エアウェイズのステータスで羽田の、ね、デルタスカイプクラブラウンジが入れないかもしれないということで、ちょっとね皆さんにお見せしたい部分がございまして、今回ね発行させていただいたんですよね。で発行させていただいたんですけども、ちょっとね間に合わなくてこの出発に、ですので結局ね発行はさせていただいたんですけども、結局間に合わなく、私はね手元にカードないんですよね。ですので今回ねデルタスカイクラブラウンジはね利用することができなかったわけなんですけども、このね発行したことによってアプリの方はねもうゴールドメダリオンになってるんですよね。で今回ねバージンアトランティック航空のマイルで2250マイルでね今回発券させていただいておりますので、本当はねコンフォーメインキャビンしか選択することができないんですけども、なんとですね今回間に合わなかったけど発行したことによってゴールドメダリオンになってアップグレードがねされてしまいまして、まあ、これはね非常にありがたいことなんですけども、結局ね発行して間に合ってないんですけども、ゴールドメダリオンになっているということで、デルタコンフォートプラスにねアップグレードしていただきました。いや非常にねありがたいですね、はい、まあ、ちょっとね
今回ね、IT エアウェイズのステータス、エリートプラスがですね、どういった感じで利用することができるのか、ちょっとね、分かんない部分もございまして、今回ね、発行させていただいた次第なんですよね。気球間に合わなかったので、デルタスカイクラブラウンジはね、今回利用することはできないんですけども、次回以降ね、利用できれば、皆さんにお見せできるかななんていうふうに思いまして、間に合っても間に合わなくてもいいかなと思って発行しちゃったんですよね。気球間に合わなかったわけなんですけども、今回ね、ゴールドメダリオンに今ね私なっておりますので、今回ねアップグレードしていただきまして、なんとねコンフォートプラスっていうね、本当はメインキャビンっていうね普通のエコノミークラスなんですけども、ちょっと足元が広い座席になるのかな。先ほどねちょっとメールが来てまして、ちょっとこれにね出しておきますけども、無料アップグレードみたいな感じでね、させていただいて本当にありがとうございます。ということで今回ねメインキャビンではなくてコンフォートプラスにねアップグレードねしていただけたっていう風になりますんで、これもね2023年12月31日で変更になって、今後はね一応ねあることは残ることは残るんですけど、ゴールドメダリオンで、ですけども今後はねミリオンマイラーの方がねこのデルタのねマイルに関しては優先されるっていう風になりますんで、今までみたいにですね利用できないと思うんですけども、一応こういう特典はねあるみたいですので、持ってる方はねもしかしたらですねアップグレードしてもらえるかもしれないですね。ということで今ね5時半ですので、あと1時間半ぐらいですね、ゆっくりして搭乗を迎えたいなと思います。それはね搭乗時刻になりましたのでゲートの方を迎えたいと思います。いやね、テアトラウンジね非常に良かったですけども、今もですねウェイティングになってるっていう風になりますんで、やはりねこのプライオリティパスのね影響っていうのはねかなりすごいですね。ということで今回ね140番ゲートということで、多分変わってなかったら多分140番だと思いますので、そちらの方にね向かいたいと思います。それではね今伝言掲示板の方に来たんですけども、ホノルル行きですね、今ちょっと消えちゃったんですけども、21時発のね、ホノルル行きデルタ航空のがね出てくるかなあ、出てきましたね。はい、21時、デルタ、DL180 便ですね。はい、ということでゲートは140番ゲートということで、行きたいと思います。では行きましょう。本日ね、就航2日目ということで、どんな感じなんでしょうかね。非常に楽しみです。ということでゲート到着いたしました。140番ゲート一番奥ですね。結構遠かったです。ということで21時発ということで、ボーディングタイムがですね20時15分ということで、もともと8時だったみたいですけども、ちょっとね15分ほど遅れてみたいですので、あとね10分ぐらいなんでここら辺でね待ちたいと思います。それではですねちょっとね窓方面に来たんですけども、めちゃくちゃ反射してますんでね、ちょっと私しか映ってないかと思うんですけども、奥にねデルタの飛行機が映っております。本日乗る機体はこちらですね、ボーイング 737-800 だったと思いますけども、こちらね、ホノルルまで連れてっていただくっていた形になります。ということでこれでもうしばらく待ちましょう。それでは、搭乗開始の8時15分を過ぎたんですが、いまいちね、まだ開始になりませんので、もうしばらく待ちたいと思います。どうなんでしょうかね、ちょっと遅れてるのかもしれないですね。もともと8時ね搭乗開始だったんでね、もうしばらくこれで待ちたいと思います。この背景のボケ感すごいですね。はい、この DJI ポケット3の1インチセンサー本当にすごいですね。それはちょっと向こう見に行ったらね20時20分に遅延になっておりました。ということであとね、本当にあと5分ぐらいで搭乗始まるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、どうでしょうね。はい、2日目ということで結構なんかデスクの前にもねかなり人がいますんで、バタバタしてる感じが見受けられますね。はい、ということでもうしばらく待ちましょう。それはねもう間もなく搭乗開始になりますけども、搭乗率結構良さそうですね。私の予想ではねガラガラだと思ってたんですけども、さすがホノルル便っていう感じですね。かなりの方が待たれております。ということでもう間もなくね開始になると思いますけども、
いやすごいですね。はい、それはねもうしばらくこれで待ちたいと思います。いや思った以上にね搭乗率高いですね。さすが人気のホノルル便っていう感じですね。これからもっとね混み合うのではないのかなと思っております。まあ、デルタの搭乗順ってこんな感じになってるんですね。デルタはダイヤモンド、プレミアムセレクト、コンフォートプラス、スカイプライティ、メインキャビン 1,2,3 ということで、いや結構はっきり分かれてるんですね。いやこれは知りませんでした。はい、今ねデルタマンで今ねダイヤモンドメダリオンの方が、まあ、搭乗開始になります。お願いします。マスクだけしましょう。はい、ありがとうございます。それではですね搭乗していきましょう。いやねデルタ本当に分かんないないや本当にプライオリティ優先搭乗もね非常に細かく分かれてるんで非常に分かりづらいですね。はい、ということで乗り込んでいきたいと思います。いや久しぶりのね国際線なんで非常にワクワクしますね。ハロー。どうも。これがデルタワンか。いつか乗りたいの。ということで、無事搭乗することができました。今回ね 32-E 搭乗させていただきました。こちらね足元が少し広くなっているコンフォートプラスにしていただいたみたいですね。コンフォートプラスと書いてありますね。はい、ということで、はい、モニターもバッチリついて、なんとですねびっくりなんですけども毛布とですね、はい、非常にびっくりだったのはスリッパです。落ちてない、はい、スリッパですね。いやまさかねデルタの飛行機でスリッパがもらえるとは思ってなかったので非常にありがたいですね。アメリカのねホテルのねスリッパもらえないと思いますね。であとはチケット袋と安全のしおりということで今回ねこちらです。ボーイング767-300ER ですね。いやいいですね。はい、今回ね232の3列目の通路側右側っていう風になります。ということで約7時間ぐらいのフライトね楽しんでいきたいと思います。それではですね一段落いたしましたんで、こちらねモニターがあってちゃんと日本語もありそうですね。はい、いいですね。ちゃんと見ることができます。これはありがたい。ちょっと後でね映画等々、あ今見ちゃいましょう。映画等々も普通に見られて日本語対応してるのかな。まあ多分ね日本便なんでねさすがにされてると思うんですけどどうでしょうか。見る、いや、あ字幕はないなかなか厳しいですね。言語も日本語もなければ字幕も日本語はないですね。まあ、これが逆にアバターとか有名な映画だったらね、まあ、日本語あります、言語も日本語、やっぱりね有名な本当にめちゃくちゃ有名な、ね、映画だったらあると思うんですけども、まあ、ちょっとねものによってはね字幕すらないみたいな、まあ、そういった感じになりますかね。はい、で今ねゴールドメダリオンということでご挨拶ねいただきました。ありがたいですね。はい、何かと思ってちょっとびっくりしちゃいましたね。ということで、座席はねモニターがあって USB Type A とイヤホンですね。でイヤホンは特に配られてないので、まあ、自分のを使うみたいなそんな感じなんですかね。はい、そういった感じで左下の方にねここに AC のコンセントがありますけども、まあ、これもね3席で2つしかないんでね、まあちょっと遠慮しながら使うみたいなそんな感じになりますかね。ですけどねコンフォートプラスにねしていただいたことによってこちらですね、はい、かなりね座席の幅が広いので快適に過ごせるのではないのかなと思います。いやこれはねめちゃくちゃありがたいですね。はい、本当にねもうちょっと早くねカードを申し込めばよかったんですけどもちょっとね、はい、次回にねつなげたいと思います。
はい、でもかなり広いですよね。昔ねデルタ乗った時とかね、本当に嫌な思い出しかないぐらいね、デルタって狭かったイメージなんで、それでニューヨークとか行ってたんでね、かなり広いですよね。はい、めちゃくちゃいいですね。でまたね、あのちょっと先ほどね紹介できてなかったですけど、枕のね、ブランケットとスリッパ、あとね枕もありましたので、非常にいいですね、ゆっくりできそうです。 Thank you、うん、それでは間もなくね出発になるわけなんですけども、こういったねトラベルキットもいただきました。これはねちょっとコンフォートプラスだから多分もらえるんでしょうね。コンフォートプラスとこちらに、ね、書いてありますんでね、はい、いいですね。こちらはイヤホンで、こちらトラベルキット、このね白いのはトラベルキットということで、これはね耳栓と歯ブラシが入ってるんですね。いやこれはすごいですね。いやデルタさんね、本当に申し訳ないんですけども、前にも言ってるかもしれないですけど、本当にね昔ね嫌な思い出しかなかったんで、めちゃくちゃいいですね。はい、ありがたいです。ということで、もうしばらく来たらね、出発という感じですね。いやね、びっくりしたことにね、本当にほぼほぼ満席ですね。空席になってるのはほとんどなさそうですね。ちょっとね目の前の真ん中が空いてるぐらいで、それ以外はほぼほぼ空席はないっていう感じで、ほぼほぼ満席のパレードとなります。はい、ということで、もうしばらくしたら出発となります。Vest from its container
elevator by pulling on the tab and then opening the pouch. Put the vest over your head, wrap the strap around your waist, attach it to the buckle in front, and adjust securely around your waist. As you leave the plane, inflate the vest by pulling down on the red tab at the bottom, or manually inflate it by blowing into the tube at shoulder level. A water-activated light is attached to each vest. For children under 35 pounds, place the vest around their waist and secure the strap between the legs. See your safety card for more information. Additional life vests for in-lab children are in a marked compartment in the rear of the plane. We'll distribute these vests if necessary. Before takeoff, bring your seat to its upright position and stow your tray table and footrest. Be sure your seatbelt is fastened, carry-on items are secured, and aisle armrests are at resting position. Finally, take a moment to review the safety information card in your seat pocket. While we finish our safety check, please let us know if you have any questions. As we get ready for takeoff, please settle in. And from all of our crew, thank you for flying with Delta. それでは搭乗してから大体何時間だろう、結構経った、1時間半ぐらい経ったと思いますけども、機内食になりました。今回チキンをチョイスさせていただいて、これがチキンで、あとこれは何でしょうね、酢の物と油揚げですかね、あと和え物みたいな、はい、こんな感じのと、これがチキン、これがチキンで、あとチーズかな、ちょっとよくわかんないですね、はい、あとハイネケンのビールをいただきました、はい、でこういった感じのね、これがなんか木製っぽいスプーンとフォークが配られましたということで、いただきましょう。面白いですね、どんどんエコーを意識されて、航空会社もこれもね紙になってますね、はい、でこれもね全部紙、これもなんかもうプラスチックがね使われないような素材になってますね。わあすごい、もうあれですね、 Mac の食器みたいに全部木になってますね、すごいですね。でこの中に塩とかペッパーとかも入ってます。であとなんだろう、爪楊枝、おしぼりはやはりないですね、はい、いつも通りという感じで、ではいただきましょう。いただきます。うん、うまっ。何これ、お味としてはなんかチキンのクリームソースみたいな、ホワイトソースでなんか似てあるような感じですね。これがチキン、うん、これ激うまですね、めちゃくちゃ美味しい。でこれは付け合わせのサヤエンドウ、マッシュポテト、このマッシュポテト甘いですね。多分こちらが酢の物みたいな、これは和風っぽいですよね、そうでもないのかな、うん、いやこれは和風ですね、漬物みたい。あとこの油揚げ、これ厚揚げの、これも酢の物と同じような感じの味付けをしてます。あとこれはごまえかな、うん、これはほうれん草のごまえですね、美味しい。まあ、こんなところですが非常に美味しいですね、久しぶりの機内食、めちゃめちゃ大満足です。で今ちょうど日本時間で11
方もゆっくりしつつ、休みたいと思います。本当に爆睡しておりました。もうね、なかなかね、離陸してからもね、ドリンクサービスも始まらなかったんで、もう本当に気がついたら寝てるみたいな感じで、唯一配られたのはね、お水と、あとはアメリカに行く後のね、処理だけ、配られましたね。はい、ということで、ね、今回一番後ろの座席ということで、リクライニングをね、こんな感じで、下げて利用することができるんでね、後ろ壁なんでね、いいですよね。私めったに倒さないんですけど、こんな感じで休めますんで、ゆっくりね、こんな感じで寝たいと思います。ということで、おやすみなさい。それではですね、ちょっとお手洗いに参りました。特にね、今回エコノミークラスということで、特にね、何かあるわけではなく、アメニティもね、一切ない感じですね。ハンドソープだけ置いてあります。紙コップすらね、ないですね。はい、で反対側にはですね、おむつ替えのシートありますけども、本当にそれだけという感じで、あと便座がある感じですね。ということで、歯ブラシ等々ね、済まして休みたいなと思います。あとね、20分ぐらいで、ホノルルに到着となります。で、このタイミングで朝食ですね。私はね、コーラにしました。だからチーズハンバーガーみたいなのが来ましたね。はい、ということで、いただきましょう。いやー、マジでめちゃめちゃ爆睡でしたね。めちゃめちゃジャンキーっぽい。ということで、無事ね、入国いたしました。いやね、やっぱり乗ってる方がね、少ない。まあ飛行機はね、ちっちゃいんで、乗ってる方も少ないんでね、めちゃくちゃ早かったですね。はい、多分過去最速だったんじゃないでしょうか。入国審査のね、いつも結構並んでると思うんですけども、行ったらね、一人もいないみたいな、まあそんな感じですし、やはりね、飛行機が降りるのもですね、やはり人が少ないということで、はい、速攻ね、入国することができました。またね、入国審査ね、はい、そちらもね、秒で終わりましたね。現金持ってるかと、日数しか聞かれなくて、もう終わりみたいな、いいのみたいな感じでね、通らせていただいたみたいな、まあ、そういった形になります。で、今回ですね、デルタのね、羽田からホノルル便ですね、第2日目ということで、まあ、1便目にね、ちょっと乗りたかったんですけども、まあ、ちょっとね、1便目には乗れなかったんでね、まあ、ちょっと残念ではあるんですけども、今回ね、デルタ航空のコンフォートプラスですね、利用させていただきました。いや、非常に快適でしたね。はい、もうぐっすり寝れて、寝たらハワイ到着みたいな。しかもね、出発もね、8時っていう風になりますんで、いや、いいですよね。機内食もね、一応出るんですけども、まあ、ラウンジとかでね、食事とっても歯磨きして、機内食断ってね、もうぐっすり寝るみたいな、まあ、そういったのもね、いいんじゃないかななんていう風に思いましたね。はい、ということで、今回ですね、羽田からホノルルデルタのね、ハワイ便、利用させていただきました。ちょっとね、今回コンフォートプラスということで、まあ、帰りはね、メインキャビン、もうちょっとね、足元が狭い席に、ね、なると思いますんで、まあ、帰りはね、そっちレビューできたらななんていうふうに思います。ということで、こんな感じで今回の動画は終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。